データの完全消去とは、ハードディスク等の電子媒体内のデータを電子的に、データが残留しないように、特殊なハードウェアやソフトウェア等を用いた上書き処理で、完全に削除する、コンピューターセキュリティ上の手法の一つ。民生用向けでは、ハードディスク、フラッシュメモリの完全に消去のための隠しツールが、有名である。一方、電子媒体でも、光ディスク、 工事機ディスクの完全に消去に関しては必要性にもかかわらずハードディスクフラッシュメモリほどには強調されていない。オペレーティングシステム標準の削除コマンドや削除オペレーションは通常媒体上のデータ本体は消去せずにファイルシステムが指し示すデータの格納場所を削除するだけである。そのため 単に削除したデータは、一般車利用のデータ復活ツールでも、復活できることが多い。このように、データ削除により見かけ上は存在しなくなっても、媒体上には、データの残骸が残存しているのであり、媒体が、盗難等の理由により流出した際に、データの機密性の保持に問題が生じる。今日のコンピューターセキュリティ上、データの残骸も含めて、 データの完全消去を行うことが重要視されている。データの完全消去では、一般的には、前述のデータ復活ツールだけではなく、特殊な専門的解析装置を駆使しても、媒体からデータの復活が困難になるようにすることをも、目的とする場合もある。なお、数百例ガウス以上の時期をハードディスクに照射し、媒体ごと消示する手法や、装置に、 ドリルで穴を開けるなどの物理的破壊をする手法もある。それぞれコスト上の問題や媒体面の記録を完全に失活できるかの問題がある。データ消去の手法としてはデバイスに対して通常の方法により記憶媒体のすべての記憶領域に対して無意味なデータを上書きするいわゆるソフトウェア的な手法が一般的、効率的である。 単に零零や FF などで上書きしただけでは、媒体面の残留時期等の痕跡により元のデータが推測される可能性があるという主張がある。そのため、アメリカ合衆国政府や業界の標準規格では書き込みするデータ列や複数回の上書き処理を要求などの規定がある。一部の規格では、 完全に消去されたことを確認するためのベリファイ処理を要求するものもある。なお、ハードディスクは装置や制御機構が故障してしまうと装置や媒体を物理的破壊する以外に方法はなくなる。情報システムには外して大量の機密データが保管されている場合がある。例えば生命、住所、青年月日、電話番号やクレジットカード情報。 銀行、証券口座情報、医療機関受信記録などの一般的個人データのほか、司法機関の操作情報や国家機密などである。これらのデータは通常ハードディスク上や遠隔地のサーバストレージに保管されている場合が多い。データを完全消去する基本的な方法は、記憶媒体のすべての記憶領域に日進数の例と、1のランダムな組み合わせを書き込む処理となる。 完全消去処理のセキュリティレベルは、に依存する。通常のデータ消去プログラムは、ディスクの全領域のデータを別データに置き換えることを目的とするが、ディスクを上書きするプログラムは、必ずしも全ての領域にアクセスできるわけではなく、例えばディスク上の隠しエリアや代替セクタ処理で、対比された領域などにはアクセスすることができず、そこに存在するデータが残ることになる。 つまり、ディスク上のすべての領域にアクセスすることこそが、データ消去の完全性を高める手段であるとも言える。データを完全に消去するプログラムは、一般的な BIOS や OS の API ではなく、ATA インターフェース経由で、ハードディスクコントローラーと直接やり取りする必要がある。BIOS や OS の API を通して、 ディスクにアクセスするタイプの消去プログラムは特定のセクターをアクセスする命令を API 経由で実行した時に実際にはその特定セクターにアクセスしていないのにあたかもアクセスが正常に終了したという回答を BIOS や OS の API から受け取ることがあるこれらの事象が発生した時消去すべきデータを残存させてしまう危険性が極めて高くなる近年では ウアスタンデジタルやシーゲートテクノロジーなどのハードディスク製造メーカーがコントローラを直接操作して全領域に上書き処理するソフトウェアを無償で配布しているデータの完全に消去を定めた政府規格や業界標準が複数種類か存在するそれらすべての規格が着目している主要ファクターは上書き回数であるいくつかの規格では削除処理のベリファイや 上書きパターンの表示について定められている。完全消去処理には、隠しセクターや代替セクター処理で対比された領域の消去処理も要求される。米国政府が定めた、ナショナルインダストリアルセキュリティープログラムの1995年版のオペレーティングマニュアル DOD5220.22-M では、データの完全消去処理について、 全てのマッピング可能なセクターに何らかの文字で上書きを行った後、その歩数の文字で上書きを行い、さらにランダムな文字コードで上書き処理を行うという手法を認めていたが、2001年にはトップシークレット情報を扱った記憶媒体の消去手法としては認定しない旨、決定された。現在、多くの民生市販のソフトウェアはこの手法を維持している。 データを完全に消去するソフトウェアは、上書き処理が完全に行われたことを明確に表示しなければならない。また、隠しセクタを消去する機能を有し、消去漏れや書き込み不能セクタのログについては、これを出力できることが望ましい。中途半端に破壊されたハードディスクからデータを復活させることは可能な場合もある。例えば、ドリルで穴を開けて、 プラッタを破壊したとしても、プラッタの残骸を最先端の残留磁気探索装置を用いて解析することにより、わずかな部分でも1ビットずつで作業でデータを復活させていくこともできる。ハードディスクメーカーのシーゲートテクノロジーは、そのような手法を保有していると公表している。フロッピーディスクの場合、1回のみの上書きを行った消去手法が処された状態においては、 残留時期探索によってデータの積出を行うことができる。しかし、現在のハードディスクにおいては同様ではない。ハードディスクにおいて1ビットを記憶している領域は、フロッピーディスクに比べてはるかに小さく、記憶領域がトラック中心からずれていることを利用して残留時期を検出するということは、ほぼ不可能である。 アメリカ国立標準技術研究所が2006年に発表したスペシャルパブリケーション800から88の7ページでは次のように述べられている。2001年以降の集積度の高い ATA ハードディスクにおいてはデータの完全消去はディスク全域に1回のみ上書きすればこと足りる。また、センターフォーマグネティックレコーディングリサーチは次のように述べている。 データの完全消去はディスクに対する一回の上書きのことである。アメリカ国家安全保障局も推奨要項にて同省信号除去非試験をした結果、複数回の上書きは何ら安全性の向上に優位な差をもたらさず、一回の上書きで十分であることを認めている。USB メモリやメモリーカードのデバイスについてはフラッシュメモリの特性上、 書ョコミの前に記憶ブロックを一旦消去する必要がある。しかし、OS、またはデバイスのウェアレベリング機能により、同一のファイルを上書き処理しても、フラッシュメモリー上の同一のブロックに書き込まれる保証はない。この機能が働く場合、単一のファイルへの上書き処理は、古いブロックにデータ痕跡が残ったまま新しいブロックに上書きされることになり、 データ完全消去の意味をなさない。そのため、口術のオペレーティングシステムの標準コマンドを用いた消去処理の例の手法では、OS から見ると、パーティションの全部や一部、または、ファイルに、データの上書きを行っているが、フラッシュメモリー内部では記憶ブロックの配置替えが、頻繁に行われるため、ほとんど有効でない。フラッシュメモリーの特性上、 記憶ブロックを一旦消去することは頻繁に行われるが、このブロック消去はデバイスの内部処理で行われるものであり、OS からの通常のデータ書込みコマンドによっては必ずしも行われる保証がないということである。逆に言うと、フラッシュメモリーデバイスの専用ツールを用いて、ディスク全体に対して記憶ブロック消去コマンドを発行する処理は、席は、イレーズと呼ばれるが、 それはデータの完全消去に有効な手段となり得る。ただし、記憶ブロックを消去した直後のフラッシュメモリー素子の物理的なレベルでの残留情報不存在の完全性は十分に研究されていない。また、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究により専用のハードウェアを用いれば OS がアクセスできない場所にある一時データを読み取ることが可能だと判明した。 このハードウェアは残留時期探索装置に比べはるかに安価に作れるため OS 上で行う消去では十分なセキュリティは保てない状況となっている SSD ソリッドステートドライブは記憶領域の平準化による寿命延長のためフラッシュメモリーよりも高度な管理が行われているこの使用のため OS 側で削除やフォーマットを行ってもデータが残存していることがある ただしトリムコマンドが発行されて、ガベージコレクションが実行された後は、専門家でさえデータを回復できる可能性はほぼないとされていることから、一旦ドライブ全体を OS 側で削除し、トリムコマンドを実行することで完全消去に有効な手段となり得る。SSD 管理ユーティリティには、このような動作を一括して行う機能もある。 ハードディスクと同様に利用開始時に暗号化や利用後の物理破壊も効果的である。CD、DVD、BD 等の光ディスクの場合。光ディスクは単価が比較的安価なことから廃棄の際には物理的破壊が推奨される場合が多い。それでも各種媒体ではよく割れば大丈夫という論調があるが完全消去という観点では次の行為は 不十分な処理である。記録層を粒子状に粉砕すれば完全に消去が可能である。手で割ったとみられる光ディスクの例。手でディスクを割ることは極めて危険である。ガムテープを使ってレーベル面を剥がして廃棄する記録層は表面のかなり近くにあり、そのためカッターナイフで表面に切れ込みを数箇所入れて上からガムテープを貼り付けて剥がせば テープ側に記録層がくっつきバラバラに破壊できる。CD や DVD は処分時に自治体によって燃えるゴミ、プラスチック、資源ゴミのどの扱いなのかが異なるので、どの区分で捨てればよいか、あらかじめ調べておく必要がある。なお、プレス式の CD r o m BD r o m 等については、追記、書き換え式の工学メディアと違い、プラスチック面に凹凸が記録されており、 反射膜はレーザーを反射するために、塗布されるだけである。また、手でディスクを割ることは極めて危険な行為であり、破片が飛び散る恐れがあるため、市販のブランクディスクメディアの使用上の注意には、手でディスクを割らないでください。破片が飛び散り、大変危険です。などと記載されている場合があり、メーカーなどの業界でも注意を呼びかけている。工事機ディスクについては、 OS のファイルシステム経由で上書きが可能である。消去の完全性について十分検証されていない。前述の通り、代替セクターや不良セクター等も含めた全セクターに正しく上書き処理がなされるかどうかは、OS や装置に依存する。下記に挙げる、ファイルシステムを操作するコマンドでは、概ね、隠しセクターや、 大体処理されたセクターの上書き処理はなされない。シュレッドコマンドを用いる場合として、シリアル ATA ディスクの一つ目のパーティションに3回上書きを、する、0シュレッド N3V、デーブ、SDN1。シリアル ATA ディスクの一つ目のパーティションに3回、上書きした後、ゼロクリアをする、0シュレッド N3ZV、デーブ、SDN1。 ファイルターゲットファイル TXT に3回上書きする、0シュレッド N3V ターゲットファイル TXT。DD コマンドを用いて、シュレッドコマンドと同様のことを行うには、DDF イコール、デイブ,ブ、ランダムオブ V コール、デイブ、SDN1。DDF イコール、デイブ,ブ、ランダムオブ V コール、デイブ、SDN1。DDF イコール、デイブ,ブ、ランダムオブ V コール、デイブ、 sdn1 ddf="dav" 0 o ル d a v sdn1 のように実行すればよい。サイファーコマンドを用いてディスクの完全に消去を行いたい場合、まずディスクを ntfs でフォーマットしなければならない。サイファーコマンドは空き領域がなくなるサイズの単一の一時ファイルを 作成し、その一時ファイルに対して完全消去動作を行う。なお、制限事項として FAT32 で 4GB を超えるパーティションでは、その 4GB を超える部分が正しく消去されない。D、ドライブの空き領域に対して3回上書きをする、レーサイファー、W、D、HDT データ完全消去装置として販売されている機材は、 強力な磁力を使った障子、または磁気破壊によるものとソフトウェアによる上書き処理で完全消去を行う装置が販売されている。前者は短時間に多数のハードディスクを処理できるが、処理後の HDD は再使用できなくなる。後者のソフトウェアによる上書き処理を行う装置としては、ハードディスク試験装置のような特殊機材がある。これには、 データ消去機能が付属していることが多く、この種の装置は ATA インターフェース経由でハードディスクコントローラーと直接やり取りすることから完全消去が可能であるが価格が数十万円以上する。また、エンドユーザー向けには販売されている価格が数万円程度の廉価版も存在する。ソフトウェア的に上書き処理する、これらの機材には 物理的に書き込み不可能になったセクターに、データが残存する、可能性があることも留意すべきである。DDF イコール、デーブ、ゼロオブイコール、デーブ、SDA。安心できる、パソコン廃棄時のデータ処理とは、日経ブップネット、ハット httpww.networkworld.com w、ニュース200、2006、11206データブリーチ。 コスト、html、hatab 例えば nt ファイルシステムは、十分に小さいサイズのファイルは、ディスクのデータ用領域ではなく、マスターファイルテーブルに直接格納する。ab スペシャルパブリケーション800から88ガイドラインズフォーメディアサニチザチオン。ニスト、2017年9月1日閲覧。シュナイヤー、ブルース、アプライドクリプトグラフィー、ニューヨーク yb, p229, ISBN 0471128457参考データ復旧成功事例大塚紹介2015年1月17日閲覧 https://www.ipa.go.jp スラッシュファイルズスラッシュ 00025355.pdf 媒体のサニタイズに関するガイドライン 情報処理推進機構。2017年9月1日閲覧。チュートリアルオンディスクドライブデータサニチザチオン、ヒューズアンドコフリン、センターフォーマグネティックレコーディングリサーチ、神ピ。オネンドラル、ピーコ、トゥートリム、ウェン SSD データ、リカバリーイズインポッシブル。テクギジ、テクギジ、2018年8月21日閲覧。2層の場合は、 もう一層を、樹脂内に封入水平挿入の場合の下の面、樹脂表面。CDDVD 別に安全、簡単、確実に処分する方法。Windows の使い方 all about 2020年9月14日、閲覧。光ディスクの取り扱い上の注意。日本記録メディア工業会ディスクを廃棄するときに、注意することは、どのようなことですか日立マクセルシナの毎日。 新聞 HDD に書き込まれたデータを完全消去する専用機を開発ただし Vista からはこの動作は改められている。Windows Vista のフォーマットコマンドの動作の変更、Windows Ready Boost については Microsoft は暗号化してキャッシュするので情報漏えいの問題はないと言明している。ありがとうございます。